皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドを実況プレイのパート35と、前回に引き続きこちらハイラル城を探索していきたいと思います。前回ね、このハイリアの盾をね入手しましたね、まあ、ゼルダといえばこれでしょうまあもったいないんでね、しばらくは使わずにね放っておきたいと思います。さて、一応宝箱をね、こういう風にセンサーで反応するにしてるんですけど、なんかあちこちにありすぎて、どこ結局どこにあるのかよくわかんない。さあ、じゃあ探索していきましょう。前回はここからね、一回上の方に行ったところでやめたんですよね。ほい。これね、探索にしに来たのいいんだけどね、あんまり回復アイテム用意しなかった。やべ。これで。全然欲しいね。え、あら、距離感つかめねえ。うん、なんかいる？上になんか HP1500 って見えるな。なんだあいつ。わ？ここは何？まあ螺旋階段。おお。砲台型。宝箱の反応あるんだけどな。ここだ。まあいいや。今いるのが結構上の方っていうか真ん中くらいにいるのか。また宝の反応。全然見っけらってないけどさ。お、あれ、ここさっき行かなかったっけか。あ、ここ来たな。訓練場。探索足んなかった。戻ってきちゃった。ああ、待て。ああ。古代兵装、やった。
左側に回る方法もやっぱあるんだな。反対側に、あの目ん玉いるのかもしれない。そうか、そうすると一回、外に出ないといけないかもしれないな。どこで反応してんだ？あんまり外出たくないんだけど、天気も悪いし。うわ、金属製のものしか持ってねえや。やべえな。天候なんとかなんないかな。てか、むしろこの雷、むしろガーテンに落ちろや。あー、マスターソードも壊れそう。今いるのが、こういくと、これぐるっと、あ、ここ一周する感じになるんだ。この上なんかありそうなんだよな。とりあえず一周してみよう。一周っていうか、ちょっと待って。おっ。ここは来た。ここに砲台型がいるからな、気をつけないと。あ、見つかった。よし。宝箱多いねー。ん？こんなところに。ダルクレさん、ありがとう。
から入れる。ここはどこに繋がってんだ？簡単じゃないから。もったいなーい。期待してますね。落としてやった。いて、あの野郎。そっちが氷ならこっちは雷だ。はい、打ち。大き秘伝のレシピその2、大臣が好きな魔物ケーキ。魔物エキス、タバンと小麦、きび砂糖、ヤギのバターをじっくり煮込む。下のパイも気になるけど、上も気になるな。なんだこのとこに。小説の体験がなぜかこんなところに。一緒？あ、体験物って、こっちがいい。よいしょ。ういうい。うい。これ強いな。こうやってリザルボウ。なんか結構奥まで続いてそう。ちょっと先に下の階から見ようか。そい。投げる。そした。よっしゃ。
この先きっとなんかあるな。さて、なんかいくつか動かせそうな扉？扉？扉だよね。怖っ。何ここ、船着き場。ここ火つけんの？ん？マジで？そうか。じゃあせっかくだから攻略してみようか。動画でほこらえるのって、結構久しぶり？さあ、103個目のほこら。あー、なるほどね。この先なのね。ああ、なるほど。さて。ガーディアンナイフプラスプラスがこれより強い。金属製以外の装備も欲しかったからいいか。これよりはやっぱ劣るけど。いいね。ほぼゴリ押しで勝ってしまった。まあでも、ちょうど、ね、体力も回復しなかったんでよかった。よっ。ロングスロー。同じだな。でも何回か使ったからいいや。これ、交換しよう。よっ。慎重です。まあ、またたくさん探索したかったから謎解きじゃなくてよかったかも。
ダルケルの守り、いつでも使えるぜ。はいよ。見張りがいっぱいいる。お宝も一応沈んでる。そい。下手くそか。よし。ん？なんか。何これ。ああ、マックスサーモン。結構沈んでる。ほい。お、キヌピー。星のかけら。えい。ふかーって感じで。あら。だよね。お、落ちる。微妙に下に入っちゃってんだな。いや、めんどくせえ。こっちだれそう。空中に浮いてます。五大変装や。よし。でもなんかあの。邪魔。あ、これだけ？炎の剣がある。暗いか。じゃあいや。いやー、これはなかなか骨太な探索になりそうだ。いいね。あ、よし、マスターソード復活。ん？岩砕きか。岩砕きがあれば確かに。で、これ残すから。でもまあ、いや。本体だけガンガン使っちゃおう。他には
ないか。ほら。お。これはまさか。どっちか強い。この絵のた、え、強い70。違う。よし。ローム・ボス・フォレームス・ハイラルの式。あ、王様の。今日、明けの刻、娘が生まれた。多くの習わしに従い、ゼルダと名付ける。極度の筆武将であるわしだが、これを機に備忘録代わりとして主教をしたためようと思う。各地から異物出土の報告が相次ぐ。占い師の予言は真実を言い当てていたようだ。薬剤ガノンは言い伝えや偶話の中だけではなく、このハイラルに存在していたのだ。すべての異物を見聞しなければならないが、巨大な神獣だけでも4体。かなり時間を要するだろう。ゼルダに異物の話をしてやると、瞳を輝かせて聞き入っていた。あれには学者の気質があるようだ。王妃が急逝した。突然のことで実感が湧かない。ゼルダは国葬の間も、わしと二人だけの時も、毅然として涙を見せることはなかった。王家の姫として気丈に振る舞うべしと繰り返し言い聞かせ、育てたからであろうか。6歳にして立派な貧困であった。これからは、あれの母に代わってわしが娘を育てていかなければ、と、泉より戻ったゼルダの報告を受ける。聖なる封印の力は未だ兆候すら見えぬようだ。あれは母が亡くなってから1年と3ヶ月。まだ精神的に立ち直れていないのかもしれない。薬剤ガノン復活の予言がなければ、焦らずとも、とも思うが、今の状況では悠長に構えていられない。ゼルダにはここだが、泉での修行を増やすように命令する必要がある。また、ゼルダが異物調査に向かったとの報告を受け、本人を呼び出し問いただした。修行の休み日を使っての調査だと言い訳を述べるが、それを一括する。学者の真似事にかまけているから力が得られるのだ、と、もう何度目かもわからぬ説教を繰り返した。本音を言えば、あれの気持ちがわからぬのでもない。死となる母に何一つ教わらぬまま先立たれたのだ。そもそも存在せぬ修行を独学で闇雲に繰り返し、すでに10年の時だけが無駄に流れた。王宮の一部の者たちに陰口を叩かれ、唯一の血縁であるわしにも叱責を受ける。好きな異物研究に逃げるのも無理からぬことだと思うが、王家の者として責務は果たさねばならぬ。今朝、ゼルダが知恵の泉に向かったとの報告を受けた。あれにとって最後の賭けにも等しい修行だろう。ラネールでダメならば、もう他に場所はない。もしも力が発言せず戻ってきた時には、叱責するのではなく、あれと話し合ってみよう。わしが10年間、ゼルダに貸した修行、封印の力を目覚めさせる方は、それ以外にあるのやもしれぬ。あれの好きな異物や、歴史の研究を進めさせれば、そこで手がかりを見つける可能性もあろう。とにかく今は、父として娘がこの城に戻ってくるのを待とうと思う。なるほど。そうこうしている間に、ガノンが復活してしまって、それどころじゃなくなっちゃったわけですね。よし、じゃあ、今回はここまでにしておきたいと思います。なかなかね、濃厚です。まだまだ生きる辺がいっぱいありそうですね。もう数パートはここの探索をしていくことになりそうです。はい。では、ゼルダです。ブレスオブザワイルド実況プレイのパート35。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまた見ていけるな。